松山人物巡り、久松貞琴の紹介です。久松貞琴は1867年から1943年を生きた松山藩最後のお殿様と呼ばれた人です。参考資料としては、ふるさと松山学、語り継ぎたいふるさと松山百話、広がれふるさと松山の心を参照にしております。式と同じ慶応3年1867年に生まれた久松貞琴が最後の松山藩主松平貞明の養子となり、久松家を継いだのは5歳の時です。時代はすでに明治となり、貞琴は藩主になることはありませんでしたが、松山のためになされた功績は高く評価されています。常盤会を創設し、勉学に励む郷土の若者のために尽くしました。四季や高浜虚子、川東、碧梧桐など、後に俳人として名を成す人たちを輩出しました。今の秋山兄弟の生誕地のところに常盤会の門があります。また万水荘の建築、払い下げられた松山城を松山市へ寄付、農業技術の発展への寄付など、昭和18年亡くなるまで松山のために尽くしました。幼い貞琴が久松家を継いで間もなく父となった貞明は病気で亡くなりましたが、祖父にあたる松平勝重が健在でした。明治政府の下で久松家は軽んじられたままになると案じた勝成は、人々のためになることをすることがお国の役に立つ、それが久松家のためでもあると考え、貞琴の名前で東京の住まいの近くや松山城下に学校を建てるために多額の寄付をしました。そうして常盤会ができました。この恩恵を受けた人は、後に2度の大蔵大臣や文部大臣を務めた正田和江、司法次官となった皆川晴弘、日露戦争で活躍する軍人秋山実幸や桜井忠義らもここで助けを受け、他正岡子規、村上清月、高浜虚子、川東碧梧桐など俳人の卵を作り出した常盤会です。そして正岡子規の強い願いを叶えました。フランス留学から帰り軍人となった貞琴は、日清戦争のため近衛師団長の副官として中国に行くことになり、昔のやり方に習い、旧家臣の中から四天王を選び同行させました。その中の一人に正岡子規がいて、その頃新聞社に勤めていた正岡子規は病気になってしまい、今の結核です。従軍記者として活躍したいと強く願っていましたが、出発前に久松家から軍力を授かったり、中国で貞琴に招かれお酒をいただいたりしたことに式は大変感激し、大喜びしました。そして松山のための最後のお殿様の活躍として、陸軍中将で現役を退いた貞琴は、大正11年今も多くの人が訪れる木越四郎にお願いし、万水荘を建てました。そして翌1912年、政府から払い下げられたお城、城山、堀の内を多額の維持費や添えて松山市に寄付しました。そして松山の農業発展にも力を入れ、専門技術者を置いて農業の技術指導に当たらせたり、みかんなど果樹栽培の模範農場作りを進めました。今の農業大学校あたりがそうかと思われます。松山に住むようになった貞琴を松山の人たちは喜んで迎え、お殿様と呼びました。久松貞琴の紹介でした。